人当たり毎月約16,600円、国民年金の保険料の支払いは、給料が上がらず物価も高騰する今、家計の大きな負担になっている。意外に知られていないが、国民年金への加入は国民の義務だ。1986年4月から法律で20歳以上、60歳未満の人は強制加入とされ、以来36年間、このルールは変わることなく続いてきた。国民年金、納付45年へ延長検討。10月15日、共同通信がそう報じた。国民年金は、20歳から59歳までの40年間が納付期間と定められている。政府は、その期間を5年延長することを目論んでいるという。前述の通り、これは強制加入なので誰しもが年間約20万円、5年間でざっと100万円の負担増を強いられることになる。つまり実質的な大増税なのだ。厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会がすぐに議論に入り、来年中には結論が出されるという。岸田首相は国民に信を問う選挙も経ないまま、こっそりと実施してしまうつもりだ。少子高齢化という日本の年齢構成のいびつさは進む一方です。受給世代を支える現役世代のパイを拡大して、なんとか財源を確保しようという腹積もりなんでしょう。ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さん、将来受け取る年金、老齢基礎年金は、保険料を納めた期間の長さによって変動する。現行制度では、満期まで納めた場合、受け取れる年金額は年間約78万円。月にすると6万5千円程度だ。納付期間が延長されても、受給額が上がるかどうかは不透明です。上がらなければ、40年間保険料を払った場合と、45年間払った場合の受給額が変わらないということなので、完全にその延長分は、払い損になります。加入期間が伸びると、12.5% も保険料を余分に払うことになるわけです。もし受給額が上がったとしても、10% 以上増えるかというと、そうなるとはなかなか考えにくい。前出、丸山さん、どのみち、損をするのは確実のようだ。